あ、え、田中さん、はい、ここなんか連れてこられたけど、これな、これどこですか、これなんか違法麻薬取引の取引所みたいな感じ。あのマッドハニーを生成してる。マッドハニー生成してるの、ギリギリやな。嘘嘘、これなんすか、ここどこですか、これ。あの不思議大百科の T シャツとか作ってる工房ですよ、はい、あ、ここ、はい、田畑新町にある。あ、そうですか、はい、奈良さんっていう、はいはいはい、吸ってくれてる。あ、じゃあ今日吸ってるとこ見れるんですか。そうそう、作ってるとこちょっと、みんなに見たい。あのホームページも出てきたことだし、はい、早速行きましょう。あ、わかりました。失礼します。あ、失礼します、失礼します。おー、すごい。おー、あ、どうも、はじめまして。はじめまして、どうも、ゲタです。ゲタです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ゲタさんだ。あ、なんか、ホームページやわ。 T シャツ作っていただいてありがとうございます。え、で、今日は不思議大百科の T シャツ作るんですか。そうそう、ちょっと、早速。あ、はいはい。あ、わかりました。じゃあちょっと版から作る、見れるんですかね、はい。版から、しましょうか。あ、マジっすか。はい、じゃあお願いします。ここ、はい、これが版を作る機械ですよ。版を作る機械で、あっちからデータを、はい、あ、データを送るんですね。行ったら、はい、不思議大百科のビーって出るんですか、これ。超高級ロゴが行きます、浮かび上がるんで。え、マジで。はい。おー、なんかウィーン言ってる。ん、100貨ができてる。え、皆さん、これ薄くなってるでしょ。これが半だ、ここにだから穴が開いてるような感じなんですよね。そうです、メッシュの中に。で、ここにインクを、インクを上からすると。え、早っ。こんな感じない。これ、え、できていってますよ、ほら。早いですね。早っ。プリンターみたいな感じなんやね。そうです。うわ、なんか太陽にさらしとかないといけないとか、はい、いろいろあるんですけど。ああ、そうですね。それをやると匂いがすごくなっちゃうので。はあ、はあ、はあ、はい、溶剤的な、あの臭い匂いがあるんです。ああ、これはもう、あ、もうできたや。できました。早っ、早っ、早い。いや、早いね。早いですね、うん、じゃあ帰りましょうか。なんでやん。作ってんねや、作ってもらってんのに。作ってもらって、ちょっと帰って休ませてもらえますか。じゃあ、あとはやっといてください。言うて、今日はだから俺らがする、インクをちゃんと、ちゃんと僕らが印刷すると。印刷すると。何枚、奈良さんに教えてもらいながら。はい、今もう5000枚5000枚オーダー来てるから。いやいやいや、やとしたらほんまに僕帰るわ、もう。だからちょっと次は吸ってみます、ね、はい、わ、はい、かりました、はい、わー、すごいっすね。これで、おー、奈良さんセットしてくれる、これで不思議大百科バーンって出るんですよ。お願いします。ゲタさんと俺が吸ったやつを、はい、みんなが来てくれるっていうのがいいよね。そうっす。あー、ほんとっすね。だから僕2枚するから、うん、4998吸って、いや、もう手なくなるんじゃん。多分なくなるやろな。もうこの辺まで削れて、なんかこんな感じになるやろな。でも一応ソールドアウトでしょ。まず、あの、だって前回だって30分ぐらいで全部なくなっちゃったんですよ。いや、そうやねんな。そうだから、ちょっとね、もう一回ということで、ちょっと1枚だけじゃあ、はい、あの見本やったほうがいいですか。ちょっと一応、ちょっと一個だけちょっといいですか、言って、うん、あのちょっと奈良さんのちょっと胸元見てほしいんですけど。めっちゃええやん、これ。大百科。めっちゃええやん。これええな。ネーム。ネーム LED ライトみたいな。はい、これ買おう。これ買おう。これ物販に置こう、これ。めっちゃいいですね。ずっとタイトル出てます。出てますね。すげえ、不思議大百科、田中、死って。なんでやねん。それもすぐ作れますしね。死って文字入れれますし、ね。それをずっと、あの、物販で、あの、ループしとこう。はい、いや、洗脳やんか。同じ緑色で。おお、これ。あ、これね。このインクなんですね。これです。蛍光なんですね。これ来たよな。これええよな。これ蛍光です。本当。会場で
なんかブラックライトあるところとかで。ちょっと光るっすよね。光ります、光ります。うん、だから、買われた方は、ブラックライトに当てて、見るといいかもしれないです。うんうん、このでも、インクは珍しいと思うんです、うん、これ使ってくれるところは。じゃあ、はい、知ってみますか。はい。ちょっと、じゃあ、お願いします。なんか簡単そうに見えて難しいね。難しいね、これ。均等にな、シューッとやって。うん、まあ、これぐらい絵柄が見えたら、はいはい、インクが下にちゃんと落ちてると思うので、はい、で、はい、こう上げて、はい、で次するときにこうやってまた、かぶせといた方が。はい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 。いきます。はい、おっ、おお、これからちょっとなんか薄い。もう一回上から。あ、これで上から行く。ほう、今ちょっとまだ霞んでますもんね。そう、でもすごい。なるほど、わかりましたか。わかりましたかって、これでできると思うなよ。こんな簡単な説明でできると思うなよ。T シャツ屋さんを舐めるなよ。だいぶ走りました。だいぶ走ってるよ。何やねん、ちゃんと。なんで走んねん。まあまあまあ。で、これ、ちょっと乾かしてってことですか。そうです。下駄さんの後ろにある、はい、のがヒーターでございまして、はい、ストーブが逆さまになってると思うんです。なんか、美容院のパーマー、温めるやつみたいな。そんな感じですね。そうです、そうです。ああ、ほんで回すんや。回すと、はいはいはい、次のセッティングが、はい、で、乾かしながらそうです、できると。もう一回すると。じゃあちょっとやってみましょうか。やってみましょう。じゃあ横でサポートします、ね、はい。これもし失敗したら買い取りなんで、自腹で。まあええけど、別に買い取るよ、そら。でも失敗したのくださいっていう人いるんですよ。ああ、失敗したの僕だから、これいくら2000円とか2500円でしたっけ。そうそう、ですよね。だから5000円で売ります。なんで高い。プレミア、です。なんかコインも曲がってたりしたらちょっと高かったですよ。あ、そう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 。もし失敗したら5倍で買い取ってください。5倍で、はい、マジで1万。じゃあ行ってみましょうか。あ、はい、じゃあ、はい、これやっぱいいっすね。ここのライン吸って、はい、ここちなみにすると下にインクが落ちてるので、はい、はい、じゃあちょっと失礼しますね。で、こうで、じゃあいきますよ。お、あ、吸ってるやり方です。もう一回いきましょう。はい、そうしますね。これは来たよ。これ来てる、うん、これは来た。重ねて、じゃあ皆さん、はい、開けてみてください。じゃあ開けますね。はい、はい、おお、バッチシ。これ何点ですか。これもう80点以上です、ね、おお、80点で、これから1回目はちょっとまだこう霞んでるので、っていうね、いうことで。こっちが、ちなみにさっき固めたやつがもうこちらに、はい、触れます、ね、もう触れる、はい、触れます。ああ、1回ずになんでちょっとこう霞んでる、はい、はいはい。ここからもう一回、はい、ちょっと下田さんに最後の仕上げを。え、これずれる可能性もゼロではないんですけど、やっぱり本当に第1号じゃないですか。やっぱり最後のパキッと出るのは下田さんですって。まあ、はいはい、下田さんはね、最後やるんですよ。やる男、やる男なんで。お願いします。任せてください。では行かせてもらいます。はい、多分やっぱ手首強いですよね。あ、書きされる方もこれは行きました。もう確実にもう言ってるわ、行けたよって。 T シャツが聞こえた、もう今インクが。じゃあ行きますね。変な薬やってんじゃん。なんか幻聴聞こえてんの。行きますよ。はい、おお、バキッときたね。きたー。どうですか。いや、全然いいと思います。いい、はい。何点ぐらい。これも100点です。100点。これが届くってわけやね。そうです。じゃあこれをね、皆さんに届けますんで、ちょっと田中さんもやってください。そうですね、1枚、ね、だからミスったら 5枚で買い取ってもらうんで。自分で言うだもん。自分で言うだから。準備できました。はい、5倍ですよ。5倍。5倍、下まで下ろしきっちゃって大丈夫です。じゃあ、行きます。
いやいやいや。お、なんかいい感じちゃいます？じゃあ一回、まあでももう重ねますから。今もうフォローされてるんじゃん、なんか。ちょっとなんか、なんかそんな感じだった今。はい。おお、いやいやいや。がまだ。あ、これちょっと右手に力が入り、均等に。これちょっと買い取りちゃいます？いやいやいや。5倍。ええ、垂れ具合になって。そうね、そう、あ、そう。これ。なんやろな、直でつながってる感じしますね。そうっすよね、本当に自分らで作って、うん、でそれがお客さんのところに届くっていうのがね。だあと4997ね。わ、奈良さんに嘘奈良さんの手首がもうボロボロになって潰れるまでじゃあ田中さんお願いします。均等にいきますわ。体重をいい感じに乗せて、もうちょっとゆっくりでもいいです、先生。そんな、あ、いいですね。ああ。じゃあこれで、はい。どうですか、田中さん。今の感触は。来たね。来た。来た。来てる。本当ですか。じゃあ、はい。おー、きれい。おー、きれい。きれいですね。これ何点ぐらいですか、これ。これ70です。75。いや、分かれへん。でも、その5点低い差は僕には分かれへんねんけどな。何やろな。プロやな。嫌いなんちゃう。じゃあ、温めたやつ。温めたやつ。温めたやつがこれね。これね。あ、これね。あ、これじゃあ、これを。あ、やっぱ乾いたら、こう、ムラが分かりやすいですね。そうなんです。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ黒ってなかなか乗りにくいんですかね。黒は乗らないんですよ。だ結構その T シャツの色とかインクの色とかで一発でいけるやつもあるってことですか、はい、一発はない。白 T とかはもう完璧です。あ、一発でいけるんや、はい、じゃあこの T シャツって工程2倍かかってるってことですね。そうですね。そうやな。って考えたら大変ですね。確かに。うん。いやそんなんだって T シャツ買うときそんなん考えないじゃないですか。あ、この色やからね、手間かかるなとか分かれへんから。確かにそうや。どうぞ。これゆっくりで大丈夫です。いきますよ。はい、お願いします。あ、なんか良さそう。もう一回いきましょうか。お、なんか良さそう。ちょっと、じゃあ、緊張の完成。来い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 。はい。あ、綺麗。おー、すげえ。バッチリじゃないですか。完璧。大丈夫やな。うまいですね。綺麗。綺麗な。綺麗。素晴らしいです、田中さん。そうでしょ。ありがとうございます。はい、あと4996。わ、ちょっと奈良さんに頼む。めちゃくちゃ手際ええやん。なんなんさっきまでの僕らのなんか、行くよ、みたいな。あのペースでやってたやばい。あね、緊張のとか言うたらなんなん、もう一瞬でできてるやん。プレスアイロン。プレスアイロン、はい、はいはいはい、手入れてください、ちょっと。え、絶対あかんやろ、絶対あかんやろ。こういうふうにやり方、やり方言うてどうすんねん。手を、いや、じゃじゃじゃ、ホットサンドちゃうんやからやめてよ。あ、なるほど、その印刷じゃあ今まあやったやつを次このアイロンでバチッとやるってこと、はい、固めるっていう。はあ、なるほど。これで早く仕上がるということですか。そうです、これで完全に固める、はい、で、紙を上に置いて、はい、この蓋をしてください、はい、これ失敗するともうこの家燃えるんで、ほんまにもうそんな危ない、出荷するんで、よろしくお願いします。そんな危ないもん見てる。もうじゃあこれだけちょっと別でやった方がいいよ。じゃあ、はい、いきますね、はい、これこのまま、はい、レバーを下まで下ろし切ってください。はい、手離して大丈夫です。はい、おお、ブザーが鳴るので、ああー、もうそのなんか電子レンジ的な感じ。そうですね、20秒ぐらいで鳴るので、はい、それで出来上がりと、はい、これで完全に完成の状態です。いやでもこれ手間かかってるよ、これ。2回すっ
でアイロンして、だからな、家でやっぱやるもの全然ちゃうってわけよ。しゃしゃこれあげてください。はい、手離して大丈夫です。はい、で髪をして、あ、髪にも何もついてないわ。はい、で、おー、完璧、できましたね。完璧。これそう、これ売ってるやつですよ。うわ、完璧、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗な。うーわ、こうなんねや。武田さんもちょっと、うん、そうですね、あの頭ここに入れてもらいます。頭いく、もうそれは命ないよ。それやりだしたら頭ぺちゃんこにしようかな。いや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 、それあの逆にやる。逆にやりすぎて再生回数も上がらんわ。面白ない、あの頭ぺちゃんこのやつが仮想場来た。おもろないわ。なんでやねん。こんな感じで、そうそうそう、こんな感じで質問に答えて、こっちかもしれんね。こうやって、はい、じゃあ髪を、大人気 T シャツですからね、これで。じゃあ行きますね。はい、ほ、こう、これでも今熟成されてますから。熟成されてね。100度ぐらいあるんでしょ。いや、まあこれだから桜チップの香りが今ふわーって入ってる。嘘、燻製やん。いや、それいらんわ別に。桜チップの香り、普通の T シャツの匂いでええよ。いやいやいや、いい香りをね、皆さんにお届けしたいんで。あ、そうなん、うん、やっぱりそれ入れていけな、いけな言うて、入れていけな言うてね。うわ、途中で止まるんで手離してた。あ、ですね。これちょっと怖い。ちょっとひっつくんですね。これね。うん、ちょっとひっつく。はい。で、これで、こう。どう？おお。どう？あ、バッチリバッチリ。バッチリ。じゃあ次、田中さん。はい、袋詰めですよ。ああ。お客様に。手本見せますじゃあ。あ、そうですね。手本お願いします。この綺麗に畳む。おお、何々今の。いきますね。はい、もう一回お願いします。おお、でもこれ手本ですよ。でパーンってできる？いや、あ、綺麗。おお、これです。おお、あ、完璧。ちょっと、え？ちょっと、バサ。まあ言う、あ、ちょっとむずいな。まあ、言うてもいけるで俺。はい。でも、村さんとちょっと手際が、これがどなたかの家に届くってことですよね。そういうことですよね。ちょっと臭くなってるかもしれませんけど、すいません、届いた方。マイナスやん、それ。ちょっと、あ、でもいいじゃないですか。おー、あ、なんで、ちょっと最後のなんなん、畳んでたんすね。そうなんですよ、僕畳んでたんで。最後のなんなん、畳はいけるんですよ。あー、でも、あ、全然あー、いい感じですね。ちゃんと、はい、サイズが出るようにこう、はい、おー、これで、あ、じゃあちょっと、はい、じゃあちょっと失礼しますけど、ゆるいな。僕もね、実は、あ、そういたんですよ。だから、いけ、あ、うまいな、やっぱ。意外とね、普通にうまい。だから、これを、だから、こうやから、今、こう持って、袋にこう、手ごと入れた方が、だこういうことですね。楽ですね。これを、普通に、まあ、こうですね。はいはい、こう入れて、あ、僕ね、一個注目ポイントがあるんですよ。絶対タグこうする。ああ、そうやね、そうですね、絶対そうなんですよ。いや、僕ね、あの、こうなってるやつありますよね、たまに。あ、そしたらもう何サイズやねんこれって送る時にね、サイズなんぼやねんこれってなるから、いちいち開けなあかんから。そうで、これは絶対こうなんですよ、うん、で、もう閉じちゃっていいですか。はい、で、これで一周騒ぎになるやつ。これでどうでしょう。できました。あ、綺麗、バッチリ、いいですね。あ、田中さんもやっぱさすがあれですね、おしゃれなお洋服インポートブランドの倉庫で働いてただけのことありますね。倉庫もおしゃれですからね。あ、そうなんや。あ、素晴らしいですね。ちゃんと空気も抜いて、あ、三崎まで出た。あ、バッチシですね。これ皆さんに届けますので。はい。じゃあ田中さん、完成しました。完成しました。はい。これ本当にもうこれが実際に皆さんに届くんで、うん、
よろしくお願いいたします。まあ他にもねグッズありますけど、今日はちょっとここを揺らしてもらったということで、はい、ええ、奈良さん、まあ、こんなに手間かかってんねんね。そう、それがちょっとびっくりしたわ。なんかもう機械でだからウィーンみたいな、うん、一回ビーってやってでもう出るんかな思った。でなんかこの畳むのもなんかあの何あのペッパーくんみたいなのこうやってなんかちょっと黙ってくれごめんごめん、あ、そうですか、ノイズに聞こえてごめん、ノイズで聞こえた、はい、そうそうそう、うん、だから手間かかってるんですよ。いやだから同じこと言ってるやん同じこと言ってるやん。だって分かりましたよね。あ、そう、分かったわ、うん、これだから頼むのってなんかだからそれだけ価値があるってこと。うん、なんかありがとうございますと思いました、うん、ほんまに奈良さんに感謝しつつ、はい、僕らもやりましたんで、はい、皆さんの元へ届けますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで本日もオカルトコレクター田中俊之とゲタハノーでした。ありがとうございます。これ70です。75。